はい、こんにちは、中島です。はい、今回は商品紹介の方をしたいと思います。まず最初にこちら、ライトニングトゥ USB ケーブル、2012年9月発表モデルのライトニングケーブル、ライトニングコネクタになった製品には1本必ずついてくるんですが、その発売日から少し遅れて登場したのがこちらです。ライトニングトゥ USB ケーブル、こちらが価格が1880円で、もう一つちょっと面白い商品があるので、アップルストアから届いたので、紹介したいと思います。うっすら見えてます。はい、今回購入した商品はこちらです。シュン、ライトニングトゥマイクロ USB アダプターです。はい、こちらの商品、こっちですね、今回購入したライトニングトゥマイクロ USB アダプターで、こちらはアップルストアのヨーロッパでしか販売されていなかったんですね。 iPhone 5とかが日本で発売された時に、これはこっちには日本には来てませんでした。で、なぜこっちがヨーロッパへ出てるかっていうのは、EU では全ての携帯電話はマイクロ USB で充電可能でなければならないっていう、セネリック、どっちでしょうかね、欧州電気標準化委員会というものがありまして、で、ETSI 欧州電気通信標準化機構とか、オープンモバイルターミナルプラットフォームっていう端末プラットフォーム技術の検討を行う欧州の携帯事業者を中心とした団体みたいなのがあるみたいで、その人たちの規制があるので、こういうものも出さないと、販売できないということで、ヨーロッパでは販売されていました。ですが、今回なぜか日本でも販売できる、販売するということでやってきました。ちなみにこちらが、こっちのライトニングトゥ USB ケーブルが1880円、ライトニングトゥマイクロ USB アダプターの方も1880円なので、ケーブルついてるのとついてないので全然値段が一緒です。なので、高いか安いかはまあ人それぞれでしょうけど、ではとりあえず開けてみたいと思います。はい、とりあえずこのペロペロをね、綺麗に外したい人なんですよね。箱ちょっと取っときたいっていうなので、ちょっと頑張って撮ります。はい、撮れました。では開けていきます。おー、入ってますね、ちっせー。はい、中身はこれだけです。うわ、小さー、わかりますか、これ、こういう感じです。比較対象どうしよう。そうですね、だいたい1円玉ぐらいのサイズですよね、縦幅は。これはなくすわ、 100% なくすわ。はい、取り出しました。もう小さい、本当に小さい。これ本当にどっかポンと置いといたらなくしちゃいますね。ストラップみたいなのもつけられないし。はい、で、このちっこいコネクタどうやって使うかっていうのは、もう商品のタイトルでほぼ説明できてるんですけど、マイクロ USB に、挿すと、はい、このようなマイクロ、あ、これミニ、はい、失礼しました、このようなマイクロ USB、 薄いやつですね、これに、これをグサッとやると、これでこちらを、まあ、パソコンなりこういうアダプターにつけて、コンセントに挿すなどして、こちらで充電をすることが可能です。ちなみにこちらパソコンと接続すると同期も行えます。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうでしょうか皆さん、ライトニングトゥ USB ケーブルとライトニングトゥマイクロ USB アダプター、どちらがいいでしょうか。値段はもう同じなので、使いようですね。こちらは、まあ、どこかが切れたら終わりなんですけど、こっちはマイクロ USB のケーブルさえあれば、
万が一断線したとしても、使えると思うので、こっちの方が長生きはしそうだなっていう気はしたんですが、多分長生きする前になくすかなっていうのが第一印象ですね。なくさない自信がある方はこちらの方がいいんじゃないかなって僕は、思いました。はい、では今回はこの辺で失礼したいと思いました思いましたすいません、今回は、この辺で失礼したいと思います。本日紹介したのは、こっち、ライトニングトゥマイクロ USB アダプターの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。